中、ふるさとを思う。拙者と故郷のつながりはもうこの刀のみでござる。参る。はっ。風よ、宝とは旅の醍醐味でござろう。風の行く先を。風を知れ。それ。はっ。風の行く先を。行こう。宝箱も蛇を穴からおびき出すことができるのね。急がなくてもいいのよ。
はっ。あっぱれでござるな。風の流れる方へ。あなたたちだったのですね。北の森で万事順調だぜ。そうですね。実は渡墨島では遥か昔にとある古代の祭器をなくしたことがありました。その名も新郎玉子。近頃それと対になっている宝珠が突如としてある方向へと導くような光を発し始めるようになって、私もようやく新郎玉子の行方が分かったのです。視野を広げるためというのも嘘ではありません。五郎からもよく助言されていましたから。家に引きこもって娯楽小説を読んでばかりいるのは最上の策ではないと。それでそろそろ外に出てみようかと思い立ったのです。渡墨島を出てスメールにたどり着くまでも、まさか祭器が砂漠地帯にあるとは思う。イディアさんがわざと私たちに隠している。そのことだったら今日もオイラたちいる。なるほど、レッシグさんに会えたのですね。おそらく彼は自分の旅人。あ、ごめん、ココミさんとの会話を邪魔し。大丈夫ですよ。お二人も今日はさぞ疲れ。もちろんだ。イディアのところに。ってことは私が作るのはピタもあるよ。あ、間違えた、軍師さんだった。じゃ、そういえばエウル彼ね、想像もつかないかもしれないけれど、オーブンのところで頑張ってるわ。
たら背が伸びるんだ。手のごとく。Thank you.
Thank you.
てのごとく。
気にしないでくれ。なんと言っても。あれ、何かあったのか？オイラたち、何を見逃したんだ？二人とも、
さっきになってようやくレッシグが私たちにある事実を白状してくれたの。やはり自分で説明させてくれ。私が心境の一連のトラブルを起こした張本人だ。はあ、レッシグさん。事の始まりは、私が秘境の入り口で精巧な水の球体を見かけたことだった。7歳の時に祖父からもらった天正儀とすごく似ていて、回せるのかと気になって少しだけ触れてしまったんだ。あれが心境のコアだなんて思いもしなかった。つまり天地が回った時に、これはさす全部はあなたの、でも、私はコレイみたいに優しい動機ってわけじゃないわ。私の仕事はあくまで、彼が帰って迷惑をかけるなんてことにならないよう見張って確保することだけよ。この後に及んでみんなが、その、レッシグさん、今日はお仕事頑張ってくれ。ああ、約束する。何にせよ、今日のランチはレッシグに作ってもらうから。精一杯頑張るから安心してくれ。何ですって？ああ、いやいや、みんなが私の過ちを不問にしてくれることに心より感謝している。この感謝の気持ちを力に、いや、カロリーに変えて。結構、でも力手伝ってくれる人が現れた途端、イディアの王、こちらの3人以外のみんなで今日は一緒に行動し、他の人も呼んできますね。少し準備したらすぐ出発です。やる気満々で行っちゃったぞ。初めて一番上に立って、行こう。それ。はっ、それ、そこだ。はっ。かかれ。
ターセシ第2言葉なき手がかり。これからどこに行くの？最後の部品を取りに行くのですよ。あくまで私の推測ですが、告知板に記載されている監督のところにあるのではないかと思います。軍師さんの観察眼はなかなかのものだな。監督ってどういう意味？監督というのは職業の一つですよ。確かゾシモスという方です。イディアさんが神教全体を管理しているとするなら、ゾシモスさんは舞台上の全てを管理していると言えるでしょう。だったらやっぱりイディアお姉ちゃんの方がもっとすごいね。もっとすごいイディアさんはどうして一言も発しないのですか？進んで説明してくれる人がいるので、もちろん喜んでサボらせていただいてるんですよ。やーばい、捕まえた。風の赴くままに舞う青道を散らまく惜しみ風よ。でござるな。し、風を知れ。行こう、いざ。天地の恵みであるな。風の行く先を。痛がっちゃう。風の赴くままに。はっ。ほっ。はっ。行こう。風を知れ。いざ。風を知れ。はっ。
風の行く先を。いざ。それ。風よ。よっ。よっと。はっ。風の赴くままに。それ。風の行く先を。行こう。天地の恵みであるな。それ。遊びに行こうか。
ふっ、急がなくてもいいのよ。風の赴くままに。はっ、よっと、よっ。天地の恵みであるな。